キルマーノック男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。1941年までは、エロル伯爵の従属爵位だった。キルマーノック男爵家は、現在、ボイド氏族の氏族長を務めている。第18代エロル伯爵ウィリアム兵は、数密顧問官や王室家政長官を歴任した、ホイッ党の政治家で、 1831年6月17日に連合王国貴族としてカウンティ・オブ・ウェアにおけるキルマーノックのキルマーノック男爵に除された。爵位名はキルマーノック伯爵家にちなむ。同爵位は初代男爵の祖,祖父にあたる第4代キルマーノック伯爵ウィリアム・ボイドの代に剥奪されていたため最高の意味合いがあった。また爵位は エロル伯爵の従属爵位となった。彼の夜叉後にあたる第22代エロル伯爵ジョスリン兵が男子のいないまま殺人事件に巻き込まれたため弟のギルバートに爵位は相続されてエロル伯爵と分離した。6代男爵ギルバートは平成からボイド星に改正している。その息子である7代男爵アラスティアは社会民主党の政治家で 貴族院与党院内幹事長を務めた。2019年現在、その弟ロビンが、キルマーノック男爵家当主である。法廷推定相続人は、現当主の息子であるサイモン・ジョン・ボイド閣下。ありがとうございます。